アナ雪のエルサがあっという間にボックス変形して、そこからさらにワンタッチ変形はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ファンタジーボックス01アナと雪の女王のエルサです。 はい、ビーストボックスの外伝団のディズニーコラボ第1弾。ファンタジーボックスというシリーズが日本未発売ではありますが、ちゃんとディズニーのライセンスアイテムとして発売してるんですよね。これ前から気になってて、どこかで売ってないかなと思ったら、普通にネットで低価で売ってた2000円後半で買えたので、 まさか割と探せば簡単に入手できましたね。エルサのイラストもすごいいいですね。で、これまでのビーストボックス系と違って、仮を使ってワンタッチ変形らしいんですよね。ビーストボックスって意外と変形の仕事体がありますので、もうちょっと子供向けに作ったアイテムなのかな。ただいつも通りボックス型からパカッと変形して、今回はエルサとオラフもいて、これ反対側にアナの顔も確かあったんです ステップ1、2、3で変形完了とどんな感じなんだろうてか箱も大きくてすごいよねではレビューしましょうディズニー系もさ今ディズニープラスっていうサブスクがあるから僕も契約してますけどほんといろんな映画が見放題でむっちゃいいっすよねおお。ボックスはいつものビーストボックスだけどこういう見たことない仮パーツがついてて エルサーと、あ、ほらほらほら、あ、すごいこれシールじゃないんだ立体的な造形でさらに塗られてる穴がいて、オラフも造形だ。え、やば。で、エルサ本体も似てるよね。ディフォルメされてるとはいえ。で、この鍵が入ってて、しかもこれが雪の結晶になってるラメで。え、すっごい。 同シリーズのプラスチック板とか商品ラインナップの紙も入ってますね。これ気になるんだよな。ってことで中身はこうなっててエルサ本体とクリアケースと変形用のーパーツ。では本体細かく確認しましょう。まずこっちの T 側がボックス状態からワンタッチ変形するためのアイテムでエルサらしく雪の結晶が デザインされてて、一応こっちが表側かなで、この部分をグリップで、こうやって細くなってますから、持たせることができる、あ、できますね。できるので、キーブレードみたいな、キングダムハーツ感半端ないけど、こういうような武装状態も OK だし、さらに、下側のここに、この向きか。 この向きで、ここ下側切り欠きがありますので、そこに鍵の先を持ってくるような感じですっと格納することもできます。これすごいね。なので余剰が一切ないんだ。さらにエルサ本体をぐるっと見回すとこうで、正面から見ると、このドレスの塗装のグラデだったりとか、メタリックとの色分け、 ディフォルメされてるとはいえ特徴を掴んでる顔の造形部分とか、アイプリもめっちゃ綺麗ですね。で、ここの部分に、サイドに、穴と、 これも、クオリティ高くないっすか色分け細かいっすよね。で、反対側には、オラフが映ってて、クリアパーツにラメが入ってて、氷を表現したカバーパーツに包まれてますね。後ろから見ると、だいぶメカメカしさ、ボックスになりそうって感じだけど、でもこういうところもさ、ほら、お城だよね。お城がわかるかなここ、お城になってんのよ。 お城の塔、壁、そして雪の結晶、こう、ファーってやって、あの、つららができるみたいな、それを表現、あこっちが氷の城、こっちだ、ほら、すごくないで、後ろも、あここが雪の結晶と、こっちはなんだ、王冠かなで、上側に鍵穴があると。で、ドレスの下側は、ここまで広がってて、 ここはなんか階段とかになってる。あ、じゃないエルサって書いてあって、トナカイがいる。すっごい細かいね、このおもちゃ。で、下側フラットですから、ドンと置いて、自律安定性も抜群だし、ボリューム的には、いつものビーストボックスと、マ、ま、マ、あ、同じような感じかな。じゃあ、こっからワンタッチ変形いきましょう。てか、ボックスにまず戻しますけど、手順としては、頭をまず、 畳むんだっておお、そうすると、こう、再計列みたいな。<laughs> 人間じゃありえないような角度になったけど、ここまで倒したら、サイドのカバーを前に持ってくると。あ、ロックした。で、首の後ろのこのカバーを横に倒せば、はい、これでボックス変形が終わりめちゃ簡単これまでの、 どのビーストボックスよりすっごい簡単。え、何このステップ数。で、ここのスペース部分に鍵があると。これ鍵しまうと完璧に余剰パーツなしっすよ。で、鍵穴もいいね。ディズニーっぽいね。矢印もあって、どちら方向に回せばいいかもわかりますし、エルサがすごい角度で、 格納されてるんだけど、それが一見するとわかんないぐらいのいい感じのクリアさ。ボックスサイズは普段のビーストボックスとちょうど同じサイズなので、いつものクリアボックスにしっかりとハマると。やっぱファンタジーボックスっていうだけあって、いつもよりファンタジー感強めだね。 でも、これがエルサに変形するとは思わないでしょう。で、ここに、さっきの台座があって、ここ、つまみながら、キーを刺して、回転だって、こっち方向に、左側に。こう思ってはいいかな。いきまーす。エルサ、変形おー <laughs> あ、なるほどキーが戻った瞬間に一発変形するんだ。すげえ一発変形だ なんか、2ステップ、3ステップみたいな感じで書いて、あ、違うか。1ステップで変形、2ステップ目で引っこ抜いて、3ステップ目でキーブレード的な感じで持たせてね、ってことか。なので、1ステップなんだ。もう単純に、あれだね、順番通りに行かないと閉まんないんだね。閉まった状態から差し込んで、変形。 おー面白いちゃんと左側に、たたまりつつ、あ、左側に倒しつつ、こうね。で、離すと変形する。おー左側に回した瞬間じゃないのがいいね。で、元に戻して引っこ抜くと。こういうこと、こういう、ここバネ入ってて、さらにここでもバネ入ってると。 申し訳ありませんでした。みたいな。<laughs> 城を凍らせてしまって申し訳ありませんでした。あち、ちゃんと映画見てますよ。で、押し込んで、回転。ここまでの工程もいいし、こっから離して初めて変形っていうのがいいね。あこの回転した瞬間に変形じゃないのが、すごく遊びやすい。これが、ワンタッチ変形か。しかもこの木を、 持たせられるギミックいいね。どちら側でもいいんだ。ほー。これがファンタジーボックスか。とりあえずは、第2弾の白雪姫もあるから、それもネットで普通に売ってたので、並行輸入品で。え、顔。これが、ビーストボックスのディズニーコラボモデルファンタジーボックスでございます。 これ、ちびっこ楽しいよね。微妙にギアが見える。でも、強制変形とかは、あ、でもなんかその気になったら、強制変形とかいけるのか。あ、いける。<laughs> いけるわ。まあ、でも、回して、離すのが、キーがね、 あの、頭にぶっ刺さってるんじゃなくて、ちゃんと、後ろ側のパーツに、連結してるのがいい。これが、ファンタジーボックスで、ございます。ワンステップですよ。キー刺して、回転、変形。ツーステップ目で、回転して、抜いて、スリーステップ目で、武装と。なるほどね。で、キーをなくさないように、この部分に、収納する。こっちの向きか。 収納することができますこれはビーストボックスの新たな可能性を見たな 以上アナと雪の女王ファンタジーボックス01エルさんの紹介でした。